ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。いきなりですが、プロローグクリア後からやり直します。理由は、このゲームのある仕様を理解しておらず、積んでしまったからです。その仕様は口述します。まず1ターン目から優先してやることは、佐々木道与、足利尊氏、新田義貞の3人の、牙と弓と薙刀を500ずつ増やします。シナリオ1をクリアするのに必要な武将は、佐々木と足利と新田の3人です。この3人は、初期の石高が高く、佐々木と足利は、2つ城を持ってるので、雇える兵数が多いです。2番目にやることの説明です。3人の兵の補充が終わったら、楠木正成を加えた4人の武将を除く。すべての武将を、兵数ゼロの状態で、敵の城に攻めます。今は、勇気を、兵数ゼロの状態で敵の城に攻めるところです。前のターンで、移動の邪魔な新田には、下の敵の城に移動させました。このターンで新田を元の城に戻します。しばらくは主力4人以外を兵数ゼロで敵の城に突撃させるターンが続きます。兵数ゼロの状態で敵と戦うとすぐに敗北して討ち死にします。ここからやり直した理由を説明します。味方が討ち死にするとそれ以外の味方の士気が上がります。味方全員の士気が上がるわけではないので、相性が良い武将だけ上がるのかもしれません。体感的には、半分くらいの武将の士気が上がってる感じです。具体的に言うと、味方武将が13人いて、1人討ち死にすると、半分の6人くらいの士気が上がる感じです。味方が13人いて、最初に8人を討ち死にさせると、士気が4から8上がった状態で主力が戦い始められます。これは敵にも言えることで、最初に弱い敵をたくさん倒すと、敵の強い武将の士気が高くなり、倒せなくなります。このゲームの勝利の秘訣は、必要な味方の士気を上げ、敵、特にボスの士気が低い状態で戦うことです。話を現在に戻します。味方の島津を、兵士ゼロで、南の敵の城へ移動します。敵が、次のターンで、島津に戦いを挑みました。島津はすぐに討ち死にし、味方6人くらいの士気が上がったはず。このターンは、兵数ゼロ小2で敵に攻撃します。すぐに小2が討ち死にし、味方約半分の士気が上がります。敵の士気ですが、こちらを壊滅させた武将の士気だけが上がります。今の例で言えば、島津と小2に勝った武将だけ士気が上がります。勝った方は、1人だけ士気が上がり、負けた方は、残った武将の約半数の士気が上がる。こんな理不尽な仕様に初見で気づくわけないです。兵数ゼロの武将を敵の城に移動させるときは、一つの敵の城に集中して移動させてはいけません。集中してこちらを討ち死にした武将は、人数かける2の士気が上がってしまい、勝てなくなります。具体的に言うと、こちらが5人の武将を討ち死にさせる場合、5人の敵将に勝ってもらえば、士気が上がった敵武将が、5人できるだけです。しかし、味方5人を、一人の敵将に倒させた場合、士気が 5×2 で10上がった超強い敵武将が誕生します。敵が雑魚武将でも士気が味方より4から6以上高いと足利尊氏でも一方的に負けます。こちらの武将数が減ってくると赤橋のように敵武将がこちらの城に攻めてくるようになります。味方の尊い犠牲のおかげで、足利と佐々木の士気ですが、2人とも4上がってました。戦闘前は、
西部をおすすめします。敵のボス3人が関東にいるのですが、士気の上がり方が他よりすごいので、優先して倒したい。足利が東海を通って関東へ向かいます。赤は、首都佐々木の戦いが始まりました。このゲームは、守備が圧倒的に有利です。敵は全部隊を出撃してます。こちらは、騎馬、弓、薙刀を500で出撃。敵は、騎馬だけは、100を5部隊で出します。弓の配置が一番重要で、次のターンに、弓で攻撃できそうな位置に布陣します。薙刀は騎馬に強いので、壁役です。敵が移動しました。必ず、敵の弓隊が、どこにいるかを確認。こちらの薙刀が、弓の射程にいるので逃げます。こちらの弓は、計算通りのマスに来た騎馬を攻撃。薙刀を北へ逃がす。薙刀は、山にいると強くなります。騎馬は待機。敵の移動が完了。敵の弓の射程は大丈夫。こちらの弓は騎馬を攻撃。こちらの騎馬は騎馬を攻撃。相打ちでした。まあ OK。薙刀は、敵の薙刀500と隣接なので逃げます。敵の薙刀500が、こちらの弓の射程に入りました。チャンスなので攻撃。戦闘に勝つ上で一番大事なのは、こちらの弓の5回攻撃を行える状況を作り、敵の弓と薙刀の5回攻撃を絶対に防ぐです。弓5連射で薙刀全滅。薙刀は、弓の射程は、外れたので前進。騎馬は、敵の弓に隣接させます。弓隊を倒すときは、必ず、騎馬か薙刀を隣接させて、直接攻撃で倒します。こちらの弓隊で、敵の弓を攻撃すると相打ちで、こちらの被害も大きくなります。今は、敵の弓が、こちらの旗元を5連射してます。弓が旗元を攻撃できる位置にいるのを見落としてました。ミスです。まあ、旗元は、2400とたくさんいるので、多少は減らされても大丈夫。味方の騎馬で弓を4回攻撃。夜の騎馬は攻撃力が低い。
敵の弓が残ったので、次のターンも、旗本が攻撃されるが仕方なし。弓脇場を攻撃。これで、相手は、弓と旗本だけになりました。薙刀は使わないので回収。牙で弓を全滅します。これで敵は旗本だけです。敵は不利になっても戦場から撤退しません。こちらは弓と牙を敵の旗本へ近づけます。牙で旗本を4回攻撃。牙で士気が著しく不利でない場合、旗本から反撃でダメージを受けることはほぼないです。逆も言えるので気をつけましょう。敵の旗本は自分からは攻撃しません。このターンから弓と牙で一方的に敵の旗本を攻撃。しばらくは見守ります。
高橋を打ち取りました。このシーンはすごく綺麗で好きです。これで敵のいくつかの部隊の士気が上がります。敵のターンで勇気が打ち死に、これで味方の士気が上がる。言い忘れてましたが、味方の兵士ゼロ部隊ですが、敵の城に移動させた後はなるべく敵のターンで攻撃させて打ち死にを狙います。こちらのターンで攻めて打ち死にすると、こちらのターンが1ターン消費します。100日以内でクリアが条件なので、ターン消費がもったいない。今度は足利が大仏を攻めます。士気が足利が6、大仏が2と圧倒してます。まずは騎馬、弓、薙刀を500で出撃。敵は騎馬100を5部隊出撃。こちらは全部隊を前進。こちらが攻めるときは敵の弓が早めに出撃してほしい。弓が残ってると敵が籠城し、絶対に勝てなくなります。敵は弓500と薙刀500を出撃。弓が出てきたので OK。 しかも敵の弓の射程に入ってない。足利は騎馬の軍略が4と強いので、騎馬で騎馬を攻撃。敵の騎馬が一部隊全滅。また騎馬対騎馬です。こちらは騎馬20がダメージ受けてます。天気が雨なので騎馬が弱い。薙刀で攻撃した方が良かったかな。弓隊が攻撃可能な位置に移動できたので弓で攻撃。夜の雨なので攻撃力弱いけど5連射なので倒せる。敵は薙刀500を前進、弓の餌食にします。雨だけど昼なので多分全滅できる。薙刀全滅、弓が強すぎ。今度は騎馬が弓の餌食に。敵の弓隊に壁がいなくなったので騎馬を隣接。弓が逃げながらこちらの騎馬を射程に入れる。
こちらは、牙と薙刀で弓を追い込む。こちらの弓は、隣接を避けて下がる。こちらは、牙を弓へ、薙刀を牙へ向かう。弓隊は隣接を嫌う。薙刀で弓を守る。牙は弓へ5回攻撃。牙で弓を全滅。OK。とにかく、敵の弓を全滅できれば、籠城を回避できる。牙は、得意な草に移動し、敵の牙と旗元へ隣接。薙刀と弓を前進。敵の牙は、軍略6で強い。相性が良い薙刀が、一方的に倒される。こちらも、牙は軍略4で強い。相打ちなら OK。薙刀は旗元に弱いので、旗元だけになったらお役御免。あとは、牙と弓で、敵の旗元を攻撃します。牙が攻撃12で、旗元が攻撃1と相手にならない。赤い装備が味方で、青い装備が敵です。弓も射程に入ったので攻撃。
敵の旗元は残り700。次のターンで倒せます。昼間の晴れで草にいれば、牙の攻撃が16まで上がります。さらば大仏。これで、足利の式賀に上がり、敵のいくつかの武将の式賀に上がる。敵が、こちらの兵士ゼロの縁屋を討ち取る。これで、こちらの武将の誰かの式賀に上がります。とにかく式賀大事。長崎高助はボスの一人です。足利の式は10まで上がりました。順調。足利は兵を損耗したので、居城に帰って兵を補充します。佐々木の城に敵が攻めてきました。多くのゲームは攻められるとピンチですが、このゲームはチャンスです。佐々木も兵を補充し、開戦。敵は、騎馬100が2体だけ出陣。こちらは、騎馬、薙刀、弓を500で出陣。敵は動きなし。こちらは全部隊を前進。弓と隣接してる部隊は騎馬で攻撃。被害なしで倒せました。弓は楽勝。薙刀を前に出し、敵が一箇所にしか出陣できないようにします。その一箇所は弓の餌食の場所。敵は騎馬が尽きたので、薙刀500が出撃。やはり弓の餌食。
敵は弓500を出撃。まずは弓で騎馬を倒します。突いた場所に騎馬500を移動。薙刀500は弓から逃げる。騎馬で弓に5回攻撃。弓が全滅。弓も隣接されると弱いです。敵は旗本だけになりました。騎馬と弓で攻撃して終わりです。名越宗則を討ち取りました。敵は新田の城を攻撃。攻めてくれてありがたい。敵の城に攻めると籠城されたら勝てないので助かる。士気は新田の方が高い。新田は兵が満タンなので、足利の兵を補充。名越対新田の海戦。今度は、敵は、最初からフルメンバーで出撃。弓の位置に気をつけます。こちらも、騎馬、
弓、薙刀の500で出撃。敵に隣接させると先制攻撃されるので、離れて布陣。敵は全部隊が前進。敵の弓の射程に薙刀が入ってるので逃げます。こちらの弓は、薙刀400を攻撃。騎馬100と薙刀400だと、弓500は、薙刀を攻撃した方がいいです。兵数が多い敵から削ります。騎馬対騎馬は、犠牲があったけど全滅できました。また、敵の弓の射程に、騎馬と薙刀が入ってるので逃げます。まずは、弓で騎馬を攻撃。弓の隣が空いたので、騎馬を隣接。騎馬は弓を追いかけます。薙刀は騎馬に攻撃されて欲しくて前進。敵の騎馬はこちらの騎馬を追いかける。そううまくはいかないですね。薙刀も弓に隣接できました。騎馬と一緒に弓を追い詰めます。弓を追い詰めたので、薙刀で5回攻撃。弓隊を撃破。薙刀もやればできる子なんです。騎馬は、旗本へ隣接させて、次のターンから攻撃。弓は、逃げながら、敵の旗本へ近づけます。騎馬がしつこい。
キバは、旗本でなくし尽こし、キバを倒します。これで、敵は旗本だけになりました。キバと弓で倒して終わりです。弓と牙だと、先に弓で攻撃の方が被害が出ないのでおすすめ。名護瀬と槍を打ち取りました。敵のターンでまた、佐々木の城に攻めてきました。敵のボスの指揮を確認中、6、4、8と、まだ、こちらの指揮が高い。佐々木は兵が満タン。こちらは、足利を関東に向けて東海道へ進軍。後藤対佐々木の海戦。敵は全軍で出陣。弓の位置に気をつけます。こちらは500ずつで出陣。弓を守るように、騎馬と薙刀を布陣。敵の弓はまだ後ろなので安心。こちらは弓で牙を攻撃。キバとナギナタは無理せずに待機。指揮は、佐々木が10で、後藤が8で勝ってます。敵の弓がキバの射程に入りました。逃げないと。まずは、弓で牙を攻撃。牙を逃がします。薙刀500は、牙100を攻撃。薙刀は牙には強いです。敵は、不利と感じたか、全軍が交代。こちらは、弓の位置に気をつけ前進。敵は再び前進。薙刀は弓の射程なので逃げます。こちらは、弓で牙を攻撃。
規模は旗本へ隣接。敵はなぎなたが守備へ。弓はなぎなたを追ってます。騎馬は一旦離脱します。敵も、こちらの弓と薙刀を狙ってます。敵の薙刀が弓の射程に入ったので攻撃。薙刀400の攻撃を騎馬500が受けると大ダメージなので、絶対に騎馬は逃げましょう。騎馬はやっとフリーになったので、旗本を攻撃開始。ここで、珍しい技を使います。敵の弓が、雪止まりの場所にいるので、薙刀を、300と200に分けて閉じ込めます。弓を攻撃してもいいですが、放置します。あとは、旗本を、騎馬と弓で攻撃して終わりです。簡単に勝ってるように見えますが、これは、士気をコントロールしてあげてるからです。士気が低いと、こちらの攻撃がほとんど効かなくなります。後藤元を討ち取りました。味方の兵ゼロの親王が討ち死にしました。これで、味方の士気は上がるのですが、複雑な気分。画像が乱れて申し訳ございません。
こちらは足利を前進。長崎高助が攻めてきました。対戦です。式は10対6で勝ってます。騎馬、弓、薙刀500で出陣。敵も全軍で出陣。このマップは砂のところが狭くて一部隊しか通れないです。今下がったのは理由があります。敵の薙刀がいる場所に弓が来ると海を挟んで狙い撃ちされます。それを避けるために下がりました。今度は弓で騎馬を攻撃。敵を誘い込んで弓で倒すのが理想的な戦い方。敵も下がりました。こちらの作戦に気づいたかな？ここは悩ましい。思い切って騎馬を前進。騎馬対騎馬は損害が出ましたが、全滅できました。敵は弓が前進し、騎馬が射程に入ったので逃げます。敵は後退。さすがボスだけあって慎重です。弓の位置に気をつけながら騎馬を突入。敵の騎馬が強いです。騎馬が弓の射程に入ったのでまた逃げます。敵の騎馬が弓の射程に入ったので攻撃。
敵の弓の射程に入ったので騎馬を移動します。まずは弓で騎馬を攻撃。空いたスペースに騎馬で移動し、弓に隣接。騎馬対騎馬は、損害があっても全滅できました。敵は、薙刀500と弓500が残ってます。狭いので戦いにくい。騎馬は思い切って敵の旗元に隣接。敵は弓と薙刀が逃げつつ騎馬を狙ってます。よく見ると敵の薙刀が弓の射程に入ったので攻撃。弓で薙刀を全滅。大きい。騎馬と薙刀で敵の弓を狙い、弓は旗元を攻撃したい。弓対弓で打ち合うのは被害が大きいのでダメです。弓はフリーになったので旗元を攻撃。これで敵の弓を追い詰めました。まだ逃げるのか。ここは、薙刀を分割して弓を囲うべきでした。やっと、敵の弓が逃げるのを諦めてくれました。残すと厄介なので、薙刀で全滅します。
無事に弓を全滅。あとは、旗元を弓と牙で全滅します。弓が珍しい海のマップで攻撃。長崎高助を討ち取りました。敵のボスの北条高時が新田の城を攻めました。士気は12対4で圧勝。新田は、牙が減ってるので補充。新田と高時の回戦。敵は、牙100を4部隊出撃。こちらは、牙、薙刀、弓を500で出陣。2ターン目、敵が、薙刀500と牙100を追加で出陣。敵に弓がいないので気楽。今回のマップは、林が多いですね。林は、すべての部隊が入れません。3ターン目敵は、弓500も出陣。総力戦だ。敵の弓は、まだ射程外なので安心。薙刀は、山にいると強いです。相性も、良い牙100を撃破。弓で牙1部隊を撃破。敵は全軍が下がりました。敵の弓が絶妙な位置にいます。とりあえず弓を前に出し、様子を見ます。
敵の牙が弓の攻撃を回避。薙刀500で弓に隣接成功。このまま倒したい。敵は目まぐるしく移動。まずは弓で牙を攻撃。牙は弓へ隣接。薙刀は薙刀500と隣接なので逃げます。敵は弓が下がり、敵の牙が弓の射程に入ったので攻撃。画像が乱れて申し訳ございません。PC のスペックが低いんですよね。まずは、弓で牙を攻撃。牙は弓へ隣接。ここで敵が移動ミス。薙刀が弓の射程に入ったので攻撃。これはこちらの移動ミス。薙刀を分割して弓を囲うべきでした。まあ、ここで弓と牙で敵の薙刀を囲えたので OK。薙刀が弓の射程なので大きく逃げます。牙でやっと弓を攻撃。無事に弓を全滅。あとは、旗本を、牙と弓で全滅します。
新田の牙は攻撃18まで上がってます。ボスの北条高時を打ち取りました。ボスは残り一人。たびたび映像が乱れて申し訳ございません。この金沢は、士気が12まで上がってます。激戦になりそう。新田は、ノーダメージで北条高時を撃ったのですね。さすが。今度は最後のボス長崎遠期対新田。士気は14対10で勝ってます。このマップは、お互いの旗本が最初から隣接。騎馬、薙刀、弓500で、旗本の周りにマスを囲えば貫通できる。こんな楽な戦いは初めてです。
最後のボス長崎延期、何もできずに打ち死に。正直、新田がここまで活躍するとも思ってなかったです。こちらの勝利条件は、北条高時と長崎高助と長崎延期を含む、14武将を討ち取るです。現在、敵の9武将を討ち取ってるので、残り5人を討ち取れば勝ちです。東は敵が全滅したので、あとは西に向かいます。新田は本拠地が東すぎるので、ここでお役御免。ここからは、足利尊氏と佐々木道与の出番です。楠木正成はプロローグで活躍しましたが、強いのですが、補充できる兵数が少ないため、本編では活躍できません。足利を居城に戻し、兵士を補充します。騎馬は、100補充で3000石必要なので高いです。弓は2000石、薙刀は1000石です。足利を前進します。後半の主役は君だ。式が、12同士の金沢と対決。せっかく出陣した金沢ですが、初手で旗本を囲えて完封です。これで敵は出陣できません。守備側から布陣できるので、攻め込まれた方がいいんですよね。こんな楽な戦いは2度目です。騎馬と弓で旗本を攻撃して終わり。
金沢貞昭を討ち取りました。残り4人を討ち取ればクリア。佐々木は西に居城があり兵の補充がしやすいので本当は佐々木で攻めたいですが、あえて主人公の足利を使います。敵は西日本に残ってますが、中国地方に3人、九州に4人います。本州の敵を全滅すれば、九州の敵は1人倒せばクリア。足利対永井貞重の対決。式は14対12で勝ってます。敵も討ち死にが増えたので、残った武将の士気が高くなってます。こちらはいつも通り騎馬、弓、薙刀の500で出陣。敵は騎馬100の4部隊で出陣。敵に弓がいないと気楽。ここは大胆に牙をぶつけます。少し被害が出ましたが、牙100を全滅。次のターン、敵は弓と薙刀400を出してきました。国力が低い武将だと、部隊の最大は500でなく400になります。部隊数で言えば4部隊です。敵の騎馬とこちらの薙刀は相打ち。さすが、式12の敵は強い。今度は、騎馬対騎馬をノーダメージで倒せました。こちらのターンで、騎馬が弓に5回攻撃。敵は袋小路に布陣してるので逃げ場がなかったです。敵の弓が全滅。次は、薙刀を弓で壊滅します。プレイ中は普通に見えたので気づかなかったですが、画像の乱れ申し訳ございません。
敵のなぎなたが牙を追いかけてくれて、弓の射程に入ったので攻撃。敵は、なぎなたは、牙を狙うとか思考があるのでしょうか。なぎなたが一部隊だけ残りました。雨なので、弓の攻撃が落ちたのが痛いです。一歩下がって、さらになぎなたを誘います。今度は、敵のなぎなたが北上。これは、旗本を守る動きですかね。夜の雨なので、弓の攻撃が3しかありませんが、敵が少ないの全滅しました。敵は旗本だけになりました。あとは、いつも通り、牙と弓で旗本を倒します。長井貞重を討ち取りました。残り3武将を討ち取ればクリア。日にちは半分以上の59日も残ってるので余裕です。次の敵は、北条時政。士気も10と高いです。この九州にいる菊高政は、士気16です。戦わなくて良いので安心ですが、敵の士気もどんどん上がるので、倒す順番が大事です。足利は、一旦、居城に戻り兵を補充します。
山陰で兵士ゼロで残ってた味方の名は長、都市が討ち取られました。よく今まで生き残ってましたね。足利の士気が16になりました。縄の打ち死にで上がったのでしょうか。居城に戻った足利は兵を補充。これが最後の補充です。足利は再び西へ移動。敵の北条と来ますが、近畿まで攻めてきました。ラッキーすぎる。足利は、兵の補充が少ししかできないので、一旦退いて、佐々木に戦ってもらった方がいいかと考え中。時政が思った通り、佐々木に攻めてくれました。ラッキーすぎる。佐々木対北条時政。士気は14対12で勝ってます。佐々木の兵数は最大なので、補充の必要はなし。開戦です。敵は、また袋小路に布陣してます。勝ったな。こちらは、いつも通り、騎馬と弓と薙刀を500で出陣。敵は、薙刀500と騎馬100を出陣。もう諦めてるかな？まずは、弓で騎馬100を攻撃。また、敵の騎馬が出てきたので、弓で攻撃。また、騎馬100が出てきたので、弓で攻撃。敵の最後の騎馬100が出てきたので、弓で攻撃。これで、敵の騎馬は全滅。あとは、薙刀と弓を倒します。敵の薙刀500が出てきたので、弓で攻撃。雨が降ってないので全滅できそう。無事に薙刀を全滅。次は弓を狙う。騎馬で弓に隣接。薙刀は弓の射程なので逃がす。敵の弓は予想通り退きました。騎馬で追撃。逃げ場のない弓を騎馬で5回攻撃。
動画ファイルの長さが2時間でテキストも多いので、画像が乱れています。申し訳ございません。これで敵は旗本だけです。弓と牙で攻撃して勝利。北条時政を討ち取りました。残り2武将を討ち取ればクリア。もう少しだ。次の敵は北条時直。士気が4となぜか低い。味方が討ち死にしても何とも思わないタイプなのかな？足利が再び西へ。
時直が攻めてくれました。ありがたい。式は16対4で話になりません。どんな戦いになるのでしょう。敵はまた袋小路に布陣。こちらはいつも通り騎馬、弓、薙刀500の出陣。敵は騎馬100の2体が出陣。騎馬を一歩退き弓での攻撃を狙います。騎馬100が釣られて出てきたので弓で攻撃。弓で騎馬100の攻撃を続けます。今度は、薙刀500が出てきたので、弓で攻撃。弓の5回攻撃で、薙刀を撃破。弓で、騎馬100を倒しすいたスペースへ、騎馬が移動。敵の弓は、一歩下がり騎馬は追撃。騎馬の5回攻撃で、弓を倒します。無事に弓を撃破。あとは、旗本を、騎馬と弓で倒して終了。
攻撃力は19対2。この差が式の力です。北条時直を討ち取りました。あと一人敵将を倒せば勝利です。足利はノーダメージで勝ったので、そのまま西へ。足利がついに九州上陸。最後の敵は糸田貞義で、式は18対10と圧勝。今回は、敵の旗本と距離が近いですね。いつも通り、騎馬、弓、薙刀500で出陣。敵は、騎馬100を、4体と薙刀400で弓がいません。まずは、弓で、騎馬100を倒します。次は、薙刀500で騎馬を攻撃。次は、騎馬で、騎馬100を倒します。敵が前進してきました。弓はなぜか出陣しません。弓で、薙刀400を倒します。敵は弓を出陣。こちらは、薙刀で弓を狙い、騎馬と弓で旗本を狙います。
戸田貞義を討ち取りました。これで敵将を14人討ち取ったのでクリアです。これがシナリオ1のエンディングです。長かった。エンディング後にシナリオ2の遊び方が出ます。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。